こんにちは、ねるチャンネルです。今日はプレミアムパック16を10パック買ってきました。今回から1パック4枚入りでシークレット1枚、ノーマル3枚で150円になったんですよね。種類も10種類から20種類になり、狙ったカードを当てるのが難しくなりましたね。今回のパックは全部1種類ずつ欲しいんですけども、ガガガ学園の緊急連絡網とランクアップマジック、アージェントカースフォースあたりは3枚ぐらい欲しいですね。それでは早速開封していきます。次開けます。お、出ましたね。ランクアップマジックアージェントカースフォースです。お、出た。ガガガ学園の緊急連絡網ですね。今度、ユーマのガガガデッキを紹介したいと思っているので、これは絶対欲しかったんです。お、ランクアップマジックアージェントカースフォース、シークレットで当たりました。このカードはあと1枚欲しいですね。当たんないですね。
来い。来なかった。それでは集計していきます。集計した結果はこんな感じです、ほとんど当たったんですけども、カオスアトランタルだけが当たりませんでした、欲しかったカードは、ガガガ学園の緊急連絡網が1枚、ランクアップマジックアージェントカオスフォースは2枚で、3枚揃いませんでした。やっぱり種類が増えると揃いにくいですね。以上、プレミアムパック16の開封動画でした。